今日はこんな感じでやってます。これでいいか。あのね、今日の話題はね、もうちょっと変わった。あの、ちょっと変わったお金儲けという、なんつかな、ことでお送りします。ほいで、あの、わし、インターネット経歴が20年ね、1998年から、その情報を集めました。これで、例えばね、一例言いますわ。Facebook でセミナーをやるね。集めて。だから、例えばそういうことを載せますんで、ほいで、例えばね、YouTube の画面ここにありますわね。そうすると、こう三角マーク下の方にあるんですよ。それを押してくださいよ、ね。URL、今は貼り付けてもないけど、また貼り付けます。わし、ほいで四国の豪族の出身ね。ほいでね、あの、10年かかってね、ちょっと生活良くなりましたわ。前も去年ね、正月に企業年金と込みで、20万ぐらい入ったんやけども、それはね、みんな使うてね、全然ないんですわ。金1円もね。だからね、で今日も企業年金入ってね、ほいで、そこわしのアパートね。ほいでね、アマゾンでね、注文、押ししたんやけどね、ああいうのでする人いないらしいですわ。なんつかね、払い込み表とかアマゾンのね、また言いますわ。ほいでね、余談やけどね、梅田の御堂筋ホールでね、ビルディング7階、大阪のね、梅田、そこでセミナー開催します。ちょっと変わったお金儲けとかね、それとか、電子書籍販売とかね、作成とか、世界出版方法とかね。で、わしは友達が大阪一大のインターネットキャリア30年がおりますんで、ちょっと話が特殊なんですが、普通冗談と思いますが。au の SEO のチャンピオンね、上の方をね、ネットをした。それと、ドコモのもやってました。そういう方とお付き合いしてます。私、それで教えてもらうと、インターネット経歴20年です。ちょっと余談です。あそこのアーミーね、おばちゃんばっかしでね、行かない。で、ここにね、わしの彼女いいですよ。ここに入れますから。ね、これ買ってあげますわ。よ、ほいでね、インターネットの人は最高額は20億稼いでます。でも私はそれを簡単に抜きます。ね、そういうことで。で、もう一回写真写します。ほいでね、今ね、だいたい5000円で設定してますわ、セミナー。ほいで、蝶野前さんって方がね、携帯アフレートから2つ始めて、ほいでいろいろで2万リンク集作ってね、あれいろいろ1000万。